はいどうもこんばんは、トレインと申します。今日もね、実況プレイやっていきたいと思います。ね、今日もね、早速ちょっとマシュマロ読んでいくんですけど、今日の内容が、まあ、理不尽な被弾をすると、まあ、イライラしてしまうとで、これを、まあ、どうやって受け流しているのか知りたいですというね、コメントがあったんですけども、まあ、まずあれだよね、もうマリオカートってもうどうあがいてもさ、被弾するのしゃあないやん。もうアイテム使ってさ、もう相手をさ、蹴落とすゲームだからさ、もう仕方ないしさ、もうそこら辺はね、もうなんか俺も諦めに近いものをね、感じてるよ。もうマリオカートに関しても仕方ないというね、あれを感じてる。さあ、踏んでね、まあ諦めを感じてるのはいいんだけど、で俺もね、やっぱりね、やってるとね、理不尽な展開あるわけよ、どうしてもね。でもそういう時はもう理不尽な展開ね、もうなかなかないからね、もうなんだろうな、俺もう笑って流してるわあ、もうやべえなこの展開って言いながら、もうゲラゲラ笑いながらいつも流してるわでもめったにないからね、そんなクソみたいな展開とかだからもうまあしゃあねえなぐらいに思って、うっそーんもう別に気にしないようにしてるよね。あ、まあそんなもんかっていうような気持ちでやってるかな、マリオカートは。まあでもね、それぐらいの気持ちでおらんとね、もう自分のメンタルが持たへんこのゲームをやってるとストレスを溜めるだけのヤバい人になっちゃうからマジでね、受け流すのマジで大事。さあ、しっかり、さあ後ろ投げて攻撃して、後ろ、さあしっかり引っ張って、さあ後ろの木野さん潰したいの、やばくね、あれあれやばいっすね。いやー、それは無理だな、さすがに厳しいどうしようかなー、これ。赤さんか。赤さんは別にいいんだよな、後ろの。よいしょ、これでいいわ。後ろ投げて。そうだな、これ、キノコ欲しいな。キノコ欲しい。めちゃくちゃキノコ欲しい。おー、サンダー降った。これやったらいけんじゃね、ワンチャン。ワンチャンなんか、何か起きたらいけるだろ。ワンチャン。あ、もうワンチャン来ちゃった、もしかして。よいしょい。いや、でもこれ無理か。抜かされるか、ドアがいても。抜かされそう。おお、なんか普通にさあやっていきましょう。次のコースはリンリンメトロですね。で、次マシュマロまた呼んでいきます。で、あ、ごめんなさいね。次のが、バックスナーとかの、タイミングやコツを教えてほしいっていうことなんですけども、まあ、あれだよね、バックスナーとかのタイミングは、まあ、相手の通るラインを予測して、まあ、投げるのが割と基本かなと思う。まあ、あとはね、相手がどこ通ってるかっていうのをしっかり見て、こう当てていくっていうのとかが大事かなと思う。やばよいしょい。さあ、しっかりコイン回収していくと。さあ、どうしようかな、これ。うーん、悩むな。でも交換しないでいくか。いや、でもどうしよう、微妙だな、これマジで。どうしよう、マジで悩むここの立ち回りマジで諸説あると思うんだけど。後ろパパパー投げて、パパー、どうせ当たんないからねここでね、ファイヤー持ってても。でどうしようかな、マジで勝ち目ないな。なんかいい感じの勝ち目が欲しいな。じゃないと勝てねえから。なんかでも前なんかだんなんやかんや詰まってんな。これキノコでワンチャン前出た方が強いか。なんかめっちゃ下ってるけど、なになになになんでそんなみんな下ってる。よいしょい。さあ、よいしょい。あ、どうしよう。キノコ持って1位出ちゃったな。これだ、それだったらもう1位ずっと走っといた方が。やばいやばいやばい。おお、なんか、やば、強。よいしょい。さあ、そのまま走っていこうか。さあ、後ろが赤コーラ持ってるから、タイミング見計らって、まあ、キノコ展開していこうかな。よいしょい。さあ、ここはアウト側の方を通ろうか。よいしょい、通って、ここはしっかりインついていこう。よいしょい、よいしょい。さあ、あ、やばい。おお、タイミングいいね。テレさんのタイミングはいい。次次第。いや、これ絶対後ろ赤コーラ持ってるでしょ。終わっただろ、これ。ゲームジエンド始まったもしかして。ゲームジエンド終わりの始まり。さあ、やっていきましょう。これキノコ抜かされるもしかして。もしや、やばいやばい。うっ、あー、抜かれたし。惜しい惜しいな、毎度毎度それではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。またツイッターもやっていますので、よければぜひフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。